ちょっと伊沢さん、はい、あの相談があるんですけど、学校を作るとかなんかいきなりなんか社長が言い出したんですよ。学校を作りたいと、で校長先生になりたいと。いや分かんないですよ。いやちょっと助けてほしいんですよ。僕一人じゃ話を聞ききれないんですよ。じゃあちょっとまあ聞いてみるか。どうですか。僕も思ったんですよ。いつも聞いてるんですよそれ。うん、まあ全然聞こう。社長、はい、なんか佐々木君から聞いたんですけど、学校どういうことですか。どういうこと。学校作るんですか。何言ってんですか。学校、うん、それはアパレルですか。パタンナーの学校作ってこれはね、僕もうずっとやりたいってずーっとね思ってた。学校もままならない。カラスの学校ですよ。カラスの学校の出身の方ですよね。クローズを見てる方は分かるかもしれないですけど、サッカーヤンキーしかいないっていう学校をやっと卒業できたんです、うん、そんな僕がね、学校作りたい。で、校長先生になるんですか。校長、まあ女だからそういうことだよね。カラスの学校が3年ぐらいだったら、その学校もね、あんま行ってないようなやつですね、うん、その保健室に行って帰るみたいな、ブラックやってるみたいな、もう学校嫌いが、すっごい嫌いだと思うんだ、そんなやつが、学校やりたい。アパレルパターンも含めてだけど、に関してはね、ちゃんとやってきたから、ね、そこはまあちゃんとやってきたから、僕自身、学校出てるわけじゃないんですよ、これは。あパターンなとか、服飾のね。服飾の学校は一切出ていないんですよ、プロですよ、ね、プロなんですけど、学校出てない。これはどっちなんだ。経営の学校っていうかね、勉強したらちゃんと立派な社長さんになれるんですから。確かに。ただ経営の学校も出てませんし、土佐回りのさ、ソフト精神で来たやつですよ。総じて額がないから。額もない、計算できない、全部経験。独学とはもう数です。キャドとか全然全く分からないけど、キャドの機械買っちゃったと、うん、おいおい200万円で買っちゃったぞ、ローン組んだぞと、うん、買った後にもうやったんですよ。買ってからでいいんですか。買ったからでいいんですよ。あ借金して買って、うん、そっから勉強して、うん、でパターン作れるようになった、服を作れるようになった。もうそれですもん、誰もいませんでした。今ではねパターンナーさんちゃんといてできるんだと思いました。だから別に資格とかもいらんし、結局は自分が価値のある人間になるかどうかなんですよ。周りから求められる人になるっていうのが大前提です、うん、資格とかがあるわけじゃない。資格も一応あります。ああるね、パターメイク検定の検定でしょ、うん、それがないと運転免許みたいに、うん、パターンがあって名乗っちゃダメってことじゃない。ないないない。それだったら、まあ、確かに教えることができると。僕自身も、まあ、こうやってパターンを勉強してきましたけど、うん、今回ね、講師となる方に僕とはタッグを組んでくれるということで、うん、まあ、そしたらパターン免許の検定持ってます。そもそも、もう長いパターンナーとしての活躍もある。どのぐらいだって30年30年。はい、プロ中のプロじゃないですか。で、講師としてはもう5年もやってる。そのパターンメイキングの先生。先生も。ああ、そうなの、うん、で、ちょっとまあ、有名なところでもお勤めしてます。誰もが知ってる有名な、まあ、この会社の業界で、うん、もうそういうところに行ってながらも、学校の先生を休みながらも、現場も知って、先生としての立場も知ってる。おお、これ多分みんな気になるのが多分中身だと思うんですよね。教科書を使うのかとか、そっち系ですよね。基本ね、今考えてるのは教科書ではなくて実践。やっぱりそのうち、まあ、その人もそうだし、うちもそうだけど、基本的に現場じゃないですか、うん、現場で使えるカリキュラムというか、うん、その実践型の、まあ、よくね、その教科書ってこれ使うのかみたいな、うん、意味あるんかみたいな、使えるじゃないですか、うん、社会で使えることって本当にちょっとだけ、ね、うん、それの凝縮したやつというか。そうです、そうです。現場で使えるノウハウだったり知識だったりっていうのだけを教えてくる、うん、ギュッと。フリーランスになりたいっていう方もそうだし、企業に勤めたいっていう方ね、最低限の知識を身につけたい。でそれプラスアルファ、企業の中で活躍できる、それはでかい。即戦力、即戦力。大体ね、学校出たってね、今学校出てその刀の方も言ってましたけどね、学校出たって全然使えない。現場とその教室っていうのは違うんですよね。どこも、まあ、それどこの業界でもそうかもしれないけど、うちの親父がよく言ってた言葉がね、刺身と紐の具でちぎれよと、うん、俺はやってる仕事はなあっていう話、ここにも当てはまると思うんですよ。学校出たから役がつくわけじゃなくて、パターンメイキング検定を取ったからってお金になるわけじゃなくて、うん、大事なのは人から求められる技術があるかどうかなんです、うん、そうじゃなかったら求められないことやって何になるんですか。この検定を持ってます、この検定を持ってます、うん、ピランとなっちゃうんですよ。分かんないけど、何にも持ってません。何にも持ってませんが、ご提供できるものたくさんあります。ここはもう実践レベル、その検定を取るための勉強っていうわけでもなくて、うん、そっちもできるよ、講師の人がね、そっちの方が楽なんだ。こうすれば合格するよって、こういう課題やれば合格するよっていうのをやればいいんだって、うん、それはそれで、その価値観だからありかね。もう一つやっぱね、生きていくための技術を身につけるってことです。
ここでやる学校スクールが終わった後は、うん、パターンナーですって言われて言えるような自信にもつながるし、これはすごいこと。すごいですね。それはやっぱこの実践レベルでやっていくってところ。あとこれ気になるのが、初心者の人も来れるのかなっていう。初心者からパターンナーになりたいっていう意識を持っていれば、私はパターンナーになるんだよ。これ言っちゃったやつが勝ちなんですよ。なんか海賊王になるって言った人いるじゃないですか。なったじゃないですか。まだなってないです。まだなってないです。ちょっとネタバレしてますね。俺ら知らない。知らない。知らない。なるんですよ。言えばね、叶うんだから。やる気次第で同じ感じになれる。なれる。そうじゃなかったら証明できないでしょ。僕がなんでここにいるのか。こんなもう本当底辺のやつですよ。パターン。本当にいらない人間として扱われた状態。ね、コンビニバイトもクビになってもそんなやつがですよ。どこで働けるんだお前みたいなやつが。ここだと求められるという。これはやり続けたから。叶いませんよね。来てくれる方がステップアップしてね、人生を切り開いていけるような、そんなスクールになったらいいな。パターンナーっていうのはさ、何しろ服を作るときの原点。デザイナーはパターンナーがいなければ何にもなりません。何にもできない。うん。鍋があるけど料理がね、そんな感じなんですよ。デザイナーだけで形にできないから。いくら縫う人がいても。縫う人がいても、型紙がなければ縫えないって話。すべての中心には、ここをなっちゃったら、どこでもいけるんです。どこでもいけるっていうのは、パターンナーになっちゃったら、服を作る構成の方にも頭が効く。パターンナーになっちゃったら、デザインをするにも頭が効くよね。もうどっちもいけるんですよ。一番強い。なんか、尊い仕事ですね。尊い仕事。これがね、本当思うよね、尊い仕事ってね。これがなかなかいないんです。このままでいいのかと。いなくなる原因もあるんです。働くところがあまりない、求められない。企業の中で、パターンなんて10人、20人いらないんです。これって問題だと思う。パターンな以外の仕事もたくさんあるわけ。パターンを覚えてしまえば、さっきも転換効くでしょ。うちも3人とか4人とか、言ってたでしょ。それってやっぱりいいんだよ、この規模で。どっちも転換効く。これを取っちゃったらもう一番強いよって話。ここをもっと増やす企業側がパターンナーとしての役割ではなくて、それ以上のこともできるっていうところをもっと認知していただく企業側にも。そういう努力を僕もしてる。ここで学校で例えば習った上で、僕自身が営業をかけて企業側にですね、伝えていく。こんなこともできるんですよ、できるんですよ。ここ現場ですから、ノウハウがどんどん溜まってるじゃん。そういうノウハウをですね、その企業側に伝えていくパターンだけになりますよ。今度こういう働き方もできますよ。まあ、ステムしたりできればいいなと。企業にね、売り込む。この子はこういうね、素晴らしいなと思ってますね。あれば、挑戦してる。マジで学校先生ですね。いやー、カラスの学校の出身の社長がね、いっぱいになられましたな。だってお前じゃん。できるんだったらやりたい。その隙があるんだったら。そうじゃなかったら楽しくないじゃない。やる気もあるけど場所がない。これはなんかもったいないと思う。そういう学校ってないってことですよね。山梨だとね、やっぱこの実践レベル、本当の現職で実践レベルのことだけを抽出してくれるっていうのは、これは学校で教えてくれないこと。ここで教えられればいい。ここだからこそできるんじゃない、ね、現場だからこそできることですね。いいことだね。そうなんだよね。やってみて分かんないけどね、やってみてトラブルもたくさんあると思う、あると思うけど、やっぱ進めないことに歩かないことも始まらない。そうですね。大きなことを言ってやりますよ。募集かけたりしてね、ワークショップなんかやったりして。まだいつ始めるかは分かんない。あ、そうです。受講生が集まり次第ですね。カリキュラムの内容とか作ったらちょっと投げますね。アドまたお仕事聞かれて。それをちょっとお配りしたりするんで、下で、まあ、やるとこも多分見た方がいいんじゃないですか。多分お願いしますね。今ちょっとスクールの場所を作ってるんですよ。ミシンを並べて道具を買ったりとかしてね。ここでやるってことですよね。ここは今からミシンを揃えてカッティングするテーブルなんか用意して、その上でなんか僕もちょこちょこコースの先生がいるので、まあ邪魔しないようにこっちのキッチンとかね。あ、そうですね。できたらいいなと思います。またね、この様子とかは僕のインスタグラムとかツイッターとかご紹介していきますし、またチャンネル、こっちのチャンネルの方でね、そうですね、またご紹介もしていきますので、よろしければチャンネル登録、はい、どうぞよろしくお願いします。はい。